はい、こんにちは、ドゥアの石谷です。今回、カラーリングの方で、お伝えしていきたいのは、セクションカラー、2セクションのカラーですね。髪の毛を上下に分けていく位置なんですが、だいたい目安にするのが前処理の方がロレアルケラスターゼのビタセメントを使っていきます。それでアンダーの薬なんですが、今回がロレアルファッションシェード10トーンのオーバーの方は、お薬なんですが、ロレアルのルミトナー、もともとアルーリアの色味というのがビビッドな発色というよりは深みとツヤで、これで塗り上がりになるのですが、この後ツヤ出しのクリームを混ぜて、まあ上下に2つ分けただけで、簡単にデザインを取り入れられるということで、今回はこの明度差でつけたので割とはっきり分かる形なんですが、これがもっとナチュラルにしてあげれば社会人の方でもおすすめできるし、まあ、色味を変えてあげるっていう方法もあったりとか、まあ、その2つ上下に分けつつ色を2色使うっていうことだけでデザインの幅はもっともっと広がっていくので、ぜひ皆さんこれを参考にやっていただけたらと思います。